株主からも異例の苦言。なぜ今年の阪神は波に乗り切れないのだろうか。昨シーズン18年ぶりのリーグ優勝を導いた大山雄介、佐藤輝明を筆頭とする打線全体の長引く不振が一番の要因に挙げられるが、昨シーズンとの大きな違いも浮かび上がる。昨季は143試合で38度の初回得点を数えたのに対し、今季は初回に得点を挙げたのがここまで10試合。相手チームの出花をくじいて12球団トップクラスの投手陣で逃げ切るというパターンが確立できていないのだ。苦戦する阪神の原因。阪神 OB の中田義弘氏はその原因を、先発投手で一番難しいのが初回、去年はそこにうまくつけ込めていたけど今年はそれができていない、大山が離脱してからは近本と中野の打順が離れてることも影響してるんじゃないかと思うと指摘した。近本の今季第1打席打率は58打数16安打の2割7分6厘なのだが、4番に座り出した6月1日以降は2割5分と下がっている。さらに中野に関しては悲しい数字が並ぶ。第1打席は56打数9安打の打率1割6分1厘で、1番に9試合、2番に3試合入った6月の第1打席打率は11打数1安打のわずか0割9分1厘。これでは初回得点が入りづらいのも当然と言える。続けて中田氏は、やっぱり力中がひっついてることを相手投手は一番嫌がるわけなんでね、2人とも足があるから塁に出たらクイックしなきゃいけないし、不安定な立ち上がりだからその過程でコントロールミスも出る。大山が戻ってくるまでは近本が4番を打つ構想なのかもしれないけど、先制すれば阪神は強いんで、1番近本、2番中野に戻して、4番は長打のある森下や調子のいい渡辺という選択肢もあっていいと思うねと試験を述べた。理想は初回に近中の連打でノーアウト1、3塁のチャンスを作る、もしくは安打、フォアボールから盗塁や犠打を絡めてワンアウト3塁、クリーンアップを迎えるところで相手が前進守備ではなく通常シフトを敷く可能性が高い場面で、ヒットでなくても犠牲フライや内野ゴロで1点を奪う。こういったノーヒットで先制点を奪うといったパターンを今年はなかなか見られてない。こういう形を作るためには近本と中野が 1,2 番を形成するのが一番だと思うと、低迷する阪神打線、打順を元に戻すことも打開策の一つではないかとした。岡田監督もそういうことを思っていたのか、福岡みずほペイペイドームでの6月15日と16日のソフトバンク戦は、1番近本、2番中野に打順を変えた。その効果が発揮された16日は4対1でパ・リーグ首位を独走するソフトバンクに快勝したが、その代わりに2軍から昇格したばかりのある男がスターティングラインナップから消えていた。株主からも苦言が出たある選手。昨週のオリックスとの日本シリーズ第7戦最後の最後に来て、そのある男、シェルドン・ノイジーは先制スリーランと大暴れをして阪神を38年ぶりの日本一に導いた。レギュラーシーズンのこの成績で契約更改は厳しいとも噂されたが、年俸20万ドル減の110万ドル、約1億6170万円で更新するという異例の契約で残留を勝ち取った。そして岡田はその代わりにノイジーにバットを立てて指導を早くすることなどオフの宿題を出していた。今シーズン阪神の連覇を阻みたい正5球団が1枚上だったのかもしれない。阪神の顔ともいえる大山雄介、佐藤輝明を研究し封じ込めた。そして影に隠れがちだが、岡田に期待されたノイジーも目を覆うばかりの不振に陥った。これまでの1軍の打撃成績は打率2割4分4厘、1本塁打、8打点。5月27日にはついに出場選手登録を抹消され2軍に落とされた。6月13日、ノイジーは復活ののろしを上げる。鳴尾浜で行われたウェスタンリーグのオリックス戦に6番 DH で先発出場し、
この試合で3打数2安打2打点1ホームランと爆発した。先制の1号ソロホームランとマルチヒットを記録し、1軍昇格を決めたのだ。そしてノイジーが昇格した6月14日の午前中、ノイジーは意外なところから怒りの矛先を向けられていた。大阪梅田で開催された阪急阪神ホールディングスの株主総会、虎党の株主男性は、外国人をなぜ今年取らなかったのか、ノイジー、ミエセスはいるけど去年ダメだったのになぜまた使っているのか不思議とチクリと質問する。それに対し壇上の谷本治スポーツエンターテインメント事業本部長は、ノイジーもミエセスも共に若い選手ですので活躍の可能性があると説明した。その日の夜はソフトバンクホークスとの3連戦初日であった。岡田監督は株主総会のやり取りを知ってか知らずか、昇格させたシェルドン・ノイジーを早速3番レフトで先発出場させた。そしてノイジーは昇格の挨拶代わりか、1回2アウトでソフトバンク先発のモイネロから早速豪快なレフトフェンス直撃の2塁打を放った。来日2年目で初の降格を味わってからの奮起と思えた。しかし一軍の世界はそんなに甘くなかった。0対2の8回1アウトで2番中野がソフトバンク松本裕樹からレフト前ヒット。そして勝負のノイジーは粘りフルカウントまで持ち込んだ。得点が絶対欲しい岡田はベンチからサインを出す。ノイジーはボールをバットに当てるだけでよかった。ファーストランナーの中野にヒットエンドランをかけたのだ。にもかかわらずノイジーは振り遅れて空振り三振。スタートを切っていた一塁ランナーの中野は強肩のソフトバンク甲斐拓也に見事に刺された。最悪の三振閉殺。またしてもスコアボードにゼロが並ぶ。岡田は、いやまっすぐ当たらへんねんもん、そりゃしゃあないまっすぐ当たらへんねんもんと自嘲気味に吐き捨てた。ノイジーは勝負どころで寂しい限りの結果だった。試合後ノイジーは、最初の打席でまっすぐをいいスイングで打ち返すことができたのでよかったが、その後に三振したから反省したいと寂しげに語った。なおも苛立ちを隠せない岡田はこの試合を振り返って、ヒット出ても走れ言うても走らんし、走ったらバッター空振りするし、走ったら勝手に打つし、点なんか入るわけない、何にもないわと呆れながら締めくくった。そして翌6月15日も流れは変わらず、自身3連勝中だった先発のビーズリーが今季最短の5回途中降板、来日ワーストの6失点で今季初黒星を喫した。そしてノイジーは7番に落ちたが、攻撃陣は相変わらずだった。初回に13試合ぶり1番スタメン出場の近本が三塁内野安打で出塁すると、すかさず二盗。早速チャンスを演出したが、中野、森下、佐藤輝明と後続が倒れて無得点に終わった。5回に佐藤の二塁打などで阪神は17イニングぶりの得点を挙げ、8回に糸原のセンター前タイムリーで2点目を奪ったのは救いだった。そしてノイジーはというと、8回2アウト1、2塁のチャンスでまたしても空振り三振に倒れた。ノイジーはバットを地面に叩きつける格好を見せて悔しがった。試合は2対6で阪神が敗れ、貯金を全て吐き出し勝率5割となり、6月16日のソフトバンクとの最終戦、ノイジーは早くもスタメン落ちとなった。今の時代外国人補強は難しい。去年シーズン後、ノイジーが残留が決まった時に岡田監督は、残留やろ、いやだからあの成績であのお金じゃしんどいで言うとったんや、ほんならまあそれで減俸で契約合意したんちゃうと総合的に判断してのことだと語った。そして阪神が残留させなければならない理由もあった。ノイジーが契約しなかった場合、日本の他球団に取られる危険性があったからだ。ノイジーが去年やった経験が今年も期待できるかと岡田監督に問うと、
ロッテのポランコにしても2年目にホームラン王を取るとかな。そらリーグも変わったけどな、巨人から。そういう可能性はそらあるよ。だからそれだけパッと来て1年目から打てる外野手というか野手はいないということやん、はっきり言うて、と答えた。去年26本でパリーグのホームラン王を獲得したポランコは2022年巨人に入団し、2年目にロッテに移籍して花開いた。岡田はこの時、新しく外国人を取るのと慣れた2年目で活躍するかを比べれば、レベルの高い日本のプロ野球では2年目で活躍する可能性の方が高いと判断したのだ。昨シーズンのノイジーの成績は両リーグ最多となる12捕殺を記録し、強肩を生かしたレフトの守備は安定して良かったのだが、ノイジーの最大の問題点は打撃だった。レギュラーシーズンでは133試合に出場し、打率2割4分、9本塁打、56打点と、期待の外国人選手としては不本意な成績しか残せなかった。この成績だけを見ると、新外国人選手をなぜ取らなかったのか。男性株主が株主総会で発言したのも、これまでは日本球界に強烈な印象と成績を残した助っ人が多くいたのでうなずける。セリーグの打者だけを取っても初の日本一を阪神にもたらしたバース、王貞治の55本の記録を大幅に超えるシーズン最多本塁打記録の60本塁打を樹立したヤクルトのバレンティンや、黒船来襲と騒がれた同じヤクルトのホーナー、ヤクルト、巨人、DeNA で大活躍したアレックス・ラミレスなど、数え上げてもキリがないほどで、2010年以降、2019年までのセ・リーグのホームラン王を見てみても、10シーズン中、実に8シーズン、外国人バッターが獲得している。ただ、2020年以降の4シーズン、ホームラン王は、ヤクルトの村上宗隆と、巨人の岡本和真の和製大砲が独占し、今年も6月16日時点でトップは村上の14本塁打、2位は岡本が12本で続く。 DH 制のあるパリーグとは違い、守備につかなければならないセリーグは、今シーズン規定打席に到達している外国人選手はヤクルトで共に来日4年目のドミンゴ・サンタナ、ホセ・オスナのみなのである。もはや外国人選手を助っ人とは呼べない時代になったのだ。その原因は主に2つあると言われる。1つ目は日本のプロ野球の凄まじい進化だ。 NPB の投手のレベルが上がり、助っ人外国人が簡単に活躍できる時代ではなくなっている現実がある。日本人投手がメジャー投手と比べてもあまり遜色がなく、160キロ近い速球を軽々と投げる投手が多く出現している。今年メジャーに移籍した投手だけ見てみても、カブスの今永翔太は7勝1敗で防御率 1.89 はリーグ3位、ドジャースの山本由伸は6勝2敗で防御率は 2.92 でリーグ6位と、圧倒的な成績でメジャーを席巻している。全体のレベルは向上し、以前のようにマイナーから日本に来た外国人打者の力量ではもはや対応できなくなったのだ。2つ目は大リーグの年俸の高騰と昨今の円安で日本に来る外国人選手のレベルが低下したことだ。今や大リーグの平均年俸は約6億円、最低年俸保証は約8200万円だ。日本のプロ野球の平均年俸は約4300万円で、一軍最低保証は1600万円、平均年俸では約5億円以上の差がついている。大リーグの平均年俸の6億円も出せる資金力がある球団は日本ではソフトバンクなどと限られている。それなら投打とも日本人選手を育てたり国内 FA で獲得する方が手っ取り早いというわけだ。昨シーズン阪神はバースのいた38年前とは違い、外国人選手にあまり頼らない日本のチームらしい守り勝つ野球で日本一になった。日本のプロ野球レベルは目まぐるしい進化を遂げ、新たな潮目を感じさせた1年となった。しかし143試合という長いペナントレース、もちろんこれから勝負の夏場にかけ各球団戦力分析も進み、
今後は7月末までにトレードも活発になる時期でもある。場合によってはパワーのある外国人選手の補強も必要かもしれない。そこで皆さんはタイガースの外国人問題をどう考えますか？コメント欄で教えてください。